ロマン・アナトリエビィチ・ベレゾフスキーは、アルメニア・ソビエト社会主義共和国、エレバン出身の元サッカー選手、元アルメニア代表。現役時代のポジションはゴールキーパー。1974年、アルメニア・ソビエト社会主義共和国の首都エレバンで、ウクライナ人両親の間に生まれる。1990年代後半にロシアプレミアリーグの最優秀 GK に選出されたことに加え、 アルメニア代表での安定したプレーはファンの人気を集めており、またソビエト連邦サッカーリーグ、ロシアプレミアリーグにおいて最多となる12回の PK ストップを記録している。1991年にソビエト連邦セカンドリーグのコシカゴルツエルバンでキャリアをスタートさせ、1992年のソ連崩壊により創設された。 アルメニアプレミアリーグへのクラブの移行に伴って自身もアルメニアへと移り同年にはシュニックカパンでもプレーしたシーズン終了後今度はロシアのサンクトペテルブルクへ渡り地元のコスモスキロベツサンクトペテルブルクにてプレーすることになったゼニトサンクトペテルブルク編集1994年シーズンからはロシアナショナルフットボールリーグの FC ゼニト サンクトペテルブルクへ移籍をしたが、出場は5試合に止まり、1995年には、出場機会を得るために FC サトゥルンマイナス1991サンクトペテルブルクへ、レンタル移籍に出されるも、出場3試合とここでも、出場機会を得るのに苦労していた。ゼニートに復帰してからは、シーズンが経つにつれて、安定感が増し、5年間で118試合に出場しており、 1997年シーズンにスポルトエクスプレス氏による年間最優秀 GK に選出され、1999年シーズンにはロシアカップ優勝に貢献。また、同シーズンはロシアサッカー連合によるリーグ最優秀選手33の GK 部門で3位に選出された。しかし、若手 GK のビアチェスラフ・マラフェフが対等し始めたことにで、翌年シーズンの出場は、 昨年の半分以下になった。なお、2000年6月にリーグアンの &AS サンティティエンヌと4年契約で合意したものの、最終的に給与面の問題から破断となっている。トルペド・ディナモ・モスクは、編集2000年シーズン終了に伴ってゼニトーを退団した後は、2001年シーズンに FC、トルペド・モスクは、2002年シーズンに FC ・ディナモ、 モスクワへ移籍して2005年シーズンまで在籍しており、ディナモではタイトル獲得はできなかったが、88試合と多くの出場機会を得た。2003年6月30日には、ロシアプレミアリーグの外国人選抜に招集され、ロシア代表と試合した。ヒムき、編集 FC ヒムきでのベレゾフスキー2006年に、ナショナルフットボールリーグの FC ヒムきへ移籍。ヒムキでは、 一年でのリーグ優勝に貢献し、プレミアリーグ昇格後の2008年シーズンからは、首相を務めており、また、2009年7月26日の FC、アムカルペルミ戦を無失点に抑えたことで、トップリーグ通算100試合の完封を成し遂げたことから、レフヤシンクラブに伝道入りをした。2010年12月27日に、クラブと契約を1年を延長した。 在籍6年間において、ミオドラック・ヨバノビッチに次ぐ175試合に出場した。ディナモモスクワ復帰、編集2012年2月2日に、ディナモモスクワと1年半契約で合意し、6年ぶりに復帰する。3月6日の FC アンジマ8から戦で初出場を飾った。2度目のディナモでは、控えが定位置となっているが、2014から15、シーズンは開幕戦から、 序盤数試合で先発を務め、UEFA ヨーロッパリーグ2014から15、予選の3試合に出場し、本戦出場に貢献した。U-21 代表を経て、1996年8月31日の 1998FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選でのポルトガル戦で、アルメニア A 代表デビューを飾り、以来、サルギス・ホブセピアンに次ぐ90試合以上に、 出場している。UEFA ユーロ o 2012予選では、全10試合に出場し、ゴールを守る中、プレーオフ進出をかけた、最終節のアイルランド戦において、前半26分に、エリア外で反動をしたとして一発退場の、レッドカードを受け、試合は1から2で敗れた。試合後にアルメニアサッカー連盟は、テレビカメラには、腕ではなく、胸でボールを処理していた映像が映されていたことから、 誤信があったとして、レッドカードの取り消しを UEFA に求めたが、受け入れられることはなかった。なお、ベレゾフスキーは、試合後、体調によるショックで夜は、眠れず、翌日に、エレバンの空港に到着した際に、アンから、拍手で出迎えたことにより、自責の念で、精神的な苦痛はピークに達したと語った。また、チームは、グループリーグの2位に値するとも語っている。 2012年10月12日、首相を務めていたホブセビアンの引退に伴い、2014、フィファワールドカップ、ヨーロッパ予選のイタリア戦に向け、役割を引き継いだ。出展、出展、FC ゼニとサンクトペテルブルク FC ひむき。ありがとうございます。